はいどうもキモゲーミングです今回はですねまた前回の続きをやっていきたいと思いますで前回はですねミランについてゾンビに基地を攻められたような感じで終わりましたねで今回はその続きをやっていきたいと思います 武器もね、ちょっと改造したいんですよね。このマシンガンもアップグレードさせたいと思います。これでいいですね、多分。で、他はできないと思うんで、他はいじらずに。さ早速進めていきたいと思います。まずなんか知らないけど、怪我してるから、とりあえず直して、ちょっと戦闘に備えていかないといけないですね。多分、こっからまた戦闘、 どん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 ゾンビ攻め寄せてくる感じだと思うんであいましたね早速ちょっとこのハンドガン試してみたいんですよねどんな感じなのかまあ普通普通ですねいやーなんか一体ずつ倒す分には全然いいんだけど結構攻めてきた場合は これちょっとあんまり使えないですねやっぱりスナイピングが一番面白いですねお来たやっぱこれかっけえなおこいつなんだなかなか死なないぞ これなんだエレクトロニックアタッチメントンン。あん。いいね。いいね、これ。だいぶ強いですね。 この電撃のアタッチメントは、これは使えますね。うわ、なんだ、ここにもいいんじゃん。なんだ、こいつ酔っ払ってんのか。なんかフラフラしてるけど。うわ、真っ暗じゃん、ここ。やばいね。これなんか、いかにもゾンビが出てきそうな場所ですね。 早速出てきましたなんだこのゾンビなんかウォーキングデッドに出てきそうなゾンビですねうわやばいなんかめっちゃきたいい感じのゾンビだないや暗くてねあんまり見えないですねそれが逆に怖い感じですね うわめっちゃ攻めてきた暗えお前らこの暗闇に光るゾンビの目怖いね結構やばいもうたまなくなってきたしなんだこれ 歩き方がやばいぞこいつあまたこれだなこれ打っとけばあなんだこれ電気じゃないんだなんかおびき寄せられてんだけど音に反応して向こうの方に行ってんのかなこれはチャンス <laughs> 最後爆発したし なんかすげえ声聞こえるけどこれ爆弾のゾンビじゃねいもしかしてわやばいやばいやばいなんか勝手に焦げてんだけどこいつら結構危ないんだよなこいつら走ってきて勝手に自爆するんだよねうわすごいな頭にもう完全にナチのマークついてんじゃん やばいなこれなんだなんでもないかわいいなこの駅 hey, なんか主人公の声やたらダンディだなわやばいなあれ助けないといけないんだよな多分ちょっと待ってろ俺この辺の 端っこのやつから片付けていくからさそれまで耐えてくれうわ大丈夫かなあいつめっちゃやられてるかもしんないよもしかしたらうわやばいなもうなんか死んじゃったっぽいなで主人公は悪くないとか言ってるしこの野郎食い上がったな生存者を食い上がって 俺が全員片付けてやるよいやそれにしても気持ちいいなこのヘッドショット当たった時のお2体貫通したぞやばいな今のかっこいいないやまた弾丸なくなってきたしこれ結構ねゾンビが多いからね弾丸すぐなくなるんだよね ま倒しながら少しずつ補給しつつこれなんだこれ開けれないのかないやなんかいいもの入ってそうなんだけどこれえーなんで開けれないんだいやーこれなんなんだろうなすげえ気になるあそっかもしかしてさっきのやつ助けれなかったから取れなかったのかなそういうことかもしんないなもしかしたら でこの辺は何もないとじゃあ先急ぐかなおなんだおおやばいなんかゾンビ攻めてくるかと思ったら落っこちてったしうわなんだこれ やばいなおまた来やがった着々と増えてくるゾンビたちこのゾンビの動きがね何ともたまんないんだよねゾンビ好きにはいいね お、これ見てください、これ。やばくないっすか結構、作りの細かいゲームですね、これ。お、また来た。これがいいんだよな。このエレクトロニックアタッチメント半端じゃないからな。すごいことになってんだけど。どういうこともうマグマ見えてるじゃん。やばいな。これさすがに落ちたら死ぬな。 1> これ1体打てば2体とも電気の攻撃食らうみたいな感じですねいいねこれしかもめちゃめちゃかっこいいっていうなんだこいつどっから上がってきたのすっげえ来てるんだけどこっちにはこのエレクトロニックアタッチメントがついてるから大したことねえなお前らも来た うわ、脳みそめっちゃ揺れてるじゃんプリンみたいになってたけど弾もないしスタミナもないしやばいなこうやって狙うしかないな結構いけるなこれでもまた湧いてきやがった お前、落っこちとけ。落ちろ。うーわ、大変なことになってんな、この辺。お、なんだこれ。これ、ロケットランチャーとかじゃないのもしかして、ロケランラッパーみたいだけど。 あ、ショットガンか。なんかラッパみたいな形してんの。結構強いぞ、このショットガン。いや、これはかなりいい武器手に入れましたね。おおめちゃめちゃ来てんじゃん。びっくりした <laughs> このゾンビの落ち方、なんか、どうにかなんないの。めっちゃゾンビ降ってきてるの。 いやこれだいぶ強いなこのショットガン結構射程距離もあるしねいいね暗いうわ下からも出てきたしここはなんだ開いてないみたいだないこいつら先に全部倒さないといけないのかな うわ、近くにいたし。お開いたぞ。で、これで先に進めるって感じですね。この辺なんかないかな。あ、弾補充しとかないとな。あとはないか。 いやーこれなんか住宅地みたいな感じですねただもう人進んでないでしょ絶対みんなゾンビになっちまったんだ多分いや違うゾンビはゾンビはこれナチだからこいつら地獄から来てるんっていう設定らしいですからね、まあ、詳しいところちょっと分かんないですけどとりあえず先に進んでいきたいと思います これ何,何役に立つんだろうなこのコミックとか漫画本集めてどうなるのかなこれは絶対必要だからな。で、これで開けて、なんだ、次は。 うわ、なんかやっばいの出てきたんだけど。これ何ボスじゃないもしかして。ボス戦これボス戦じゃないこれ撃っとけばとりあえず死にそうだけどな。なかなか爆発しないぞ。うわ、やば。めっちゃ強いじゃん、こいつ。 火炎放射器とかやばいやばいあでも弾補充したりできるじゃんここでボス戦楽勝でしょじゃあ暗いええー、なんかめっちゃ走ってきてるんだけどマジでやばい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  いやまさか走ってくるとは思わなかったんだけどとりあえずこの辺ちょっと片付けていやゾンビもいるしボス走ってくるとは思わなかったなうわ近やばいやばいやばい行って やばい、これちょっときついなあいつどこいったい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 やこいつ強いじゃなかなか死なないしいやいやいややばい燃えてる燃えてるうわもうたまなくなってきたやばいなこいつちょっと速いな動きが 弾補充してる時間ないんだけどいやーやばいやばい弾補充したいんだよなえなんでこいつ死なないもしかしてもうそろそろ倒れてくれよって感じだけどうわ危ねいや今の隙に 弾補充していやーこいつめっちゃ速いな足がおっちょっとよろけたぞマジでもうそろそろ倒れてくれあ死んだかやったぜ なんとかうわなんかまためちゃめちゃ来たんだけどいいねいいねうわこいつは危ないやつだなこいつはさっさとやっておかないとお前どっから湧いてきてんだよいいね今のうちにちょっと弾を補充して いいね。すげえ、降ってきた上からゾンビがめちゃめちゃ降ってくるうわ、近い近い。え、弾もうないのマジで。ちょっと多すぎんな、この辺、ゾンビが。いや、こいつらまだ遅いからいいけど、それでも徐々に。 近づいてきてるな。近いよ。やばい。お、二匹とも。うわ、やばいな。やばい。やられる。回復できないし。回復はないな。まずいな、これ。ボス倒したのはいいけど、この雑魚ゾンビどもにやられそうだ。 マジでちょっと多すぎでしょうこの野郎くらいなんか叫んでんぞ誰か。 とりあえず乗り込むかあなんかムービー入った別に戦わなくてよかったのかなあいつら誰だこれなんか誰か見てんだけどめっちゃ重傷のやつなんか見てんだけどこっちでこれでミッションコンプリートでミランにいたんだよね今まで 記者に乗ってどこか別の場所に行くみたいですね。うわ、面白いこのゲーム。ベニス。ベニスに来ちゃったよ。うわ、やばいな。めちゃめちゃ。 ゾンビ暴れてんじゃんもうこの辺来て速攻大ピンチやばいねベニスに着きましたじゃあね今回はこの辺で終わりたいと思いますんであのまた次はですね このベニスのところからですね、スタートしていきたいと思います。ちょっと新しい土地なんでね、どんな感じなのか面白そうですね。まあ、今回の動画は面白いと思った方は、ぜひ Like ボタンと、よかったらチャンネル登録もお願いします。それと、次回作またぜひ見てください。それでは、また次の動画でお会いしましょう。じゃあね。